車検後半年後のレビューです。エクステリア、僕はシンプルなスタイルが好きなので気に入っています。インテリア、インテリアもシンプルでいいです。座席もとても気に入っています。後席のヘッドレストもプラスはしっかりした作りだと思います。軽自動車とは思われない作りです。エンジン性能、3年で4万キロ超えました。書かれていますが3500回転まで回すと十分な加速です。高速で一度だけトラックに囲まれそうになり7000回転ほど回したのですが、レーシングエンジンかと思うほどの心地よい音がしました。トラック運転されている方が音が聞こえたのかびっくりしたのか目が点になっていました。騒がしいですけど普通のエンジンと考えればパワーは驚くほどだと思います。普段の運転では静かだと思います。走行性能、近場の往復200キロほどの運転で疲れることはないです。普通の走行での揺れも少なく、やはりホイールベースの長さ2520ミリが効いていると思います。1トンの重さもあると思います。80キロ以上超える速度の時には強風時には風に少し流されるので速度コントロールが必要で、80キロほどの速度で走ります。これは背の高い軽自動車考えると検討していると思います。伊勢神宮まで2回ほど走行しているのですが、300キロほど走っても疲れない座席と足回りだと思います。乗り心地、これは軽自動車とは思われない乗り心地だと思います。燃費、冬はスタッドレスマンタン砲で15キロほどで、エアコンかけていない今の時期は17キロから18キロです。特にエコランしない運転と1トン近いので普通かなと思っています。長距離の燃費が走っていないのでまだ不明です。20キロほどは、価格は購入時高いと思ったのですが、今思うと今も妥当かなと思っています。普段は一人で走るので無駄な空間と一緒に走らないのでエコだと思います。小さな車の強みだと思います。総評、さらに最近普通車に近いかなと思うようになりました。今回おそらくなのですが ECU のソフトがバージョンアップされたのか、さらにアクセルワークにリニアに反応するようになりました。安全運転で3年4万キロほど走りましたが良い車だと思います。昨年タイヤ横浜 RV01 に交換してさらに走りやすくなりました。そしてバッテリーは予算もあり自分でも交換できるので交換しました。現在 AVG18.8kmほどの表示が出ています。走行環境もありますけど満タン砲で平均 16.5-17kmほどです。次のフルモデルチェンジでどんな車になるのか、おすすめの車の1台だと思います。追伸、2016年10月伊勢に出かけました。450キロほど走行しました。今回燃費ですがようやく満タン砲で 20.077kmが出ました。アベレージは 21.4 でした。一般路の一人での走行です。先行車に追従して走行しました。だけど三重県の方は空いているとみんな飛ばしますね。女性の方が飛ばしているように見受けられました。70-80kmほどで走行、追従走行です。音の問題ですがもう少し静かになればと思います。鈴木さんの車はとても静かです。ワイパーの音も耳障りです。よく検品せず乗せられたと思います。検品されているのか今でも疑問です。新型車モデルチェンジで改良されるのを望みます。辛口のレビューです。